るほどの参加者がいるとはな。早速わしが直々に見て回るとしよう。師匠の魅力が一番に決まっておる。今日もおのこをコロコロ転ばすのじゃ。両夫殿の部は圧倒的です。まさにまさに最強の魅力と言ってもいいでしょう。魅力とは異性をとろかす魔性と圧倒的な王。わしはその2つを兼ね備えておるかな。参加したくてたまらないというお方ですね。ならばあなたの魅力を発揮してみては。故障者、今こそ魔性を見せよ神に。あんたたち見せ物じゃないんだけど。まあいいわ、みんな私を守って。行くぞ、完膚なきまでに叩き潰す。まさか、まさか私が見誤るとは。貴様が出てくる。よし、全力でやり合おうか。お前を倒し、わしの武を示すとしよう。さすがは鬼神の名を持つ人間よ。だが勝負はわしの勝ちだな。ゼウス殿とあそこまで競り合うとは。両夫殿の強さ、やはり侮れないな。さあここからが本番よ、参るぞ。えい、動じるな。慌てては敵の思うつぼだ。今はかなわぬ。ここは引き、体勢を整えよう。ああ、なんという素敵な殿方。ぜひともお近づきになりたい。おお、身をかくか。娘たちがわしの魅力になびいたようだ。受け取れるか。わらわが守ってみせるのじゃ。近寄らないで、敵さん。怖い。おのぞも突撃せよ。勢を上げて攻めかかるのだ。さあ娘たち、遠慮なくわしの胸に。あの素敵な軍師様ですね。ぜひ私たちとお話ししませんか。おや、困ったね。ここは神の顔を立ててほしかったんだけど。人間と反骨は違う。引こう。すまぬ、今は引かねば。メレア天下一のカカ様じゃ。その包容力こそ何よりの魅力じゃて。全くもってその通りです。オネレ様がいるからこそ俺たちは体を張れる。隊が直々に殴り込みだぜ。さあ一瞬を頼む。今度は包容力と知性だ。やはりわしは両方とも持っておるぞ。おや、また競いたくなったのですか。ではなぜ両方とも知力で出し抜くの。カンメル殿の様子を見るに、リョモウ殿は密かに別行動を取っているようですね。ならば両方本人を見つけ出し、策を阻止しよう。わしの知性を証明するためにね。なぜお前がここに。まさか一瞬を見抜かれるとは。悪いな、リョモウ。わしの知性を示すため、ここで倒させてもらうぞ。おめでとう、忍術ガチで天下武装ボネッサ。嬉しいこと言ってくれるね。だったら私頑張っちゃうよ。なんとクッキーか、
困るかな。歓迎で押し返すには死しかあるまい。その知略頼みにしています。華麗に勝ち、リョモー殿の魅力を世に示しましょう。頼りにしてますよ。あんたの頭ならどんな苦境も跳ね返せるはずだ。まだまだ学び足りなかったか。ここは引き。リョモーの策を破ったぞ。わしの方が優れた知恵者というわけだな。カンミュー殿が分かりやすい方でよかったですね。さあ、次は包容力ですね。それは簡単だ。奴らの包囲を打ち破ればよ。リョモー殿は撤退されたようです。残念ですが、私たちの負けですね。カンミューの奴が下手打ったみたいだね。まあ、すまん。あと頼んだ。それはあれだ、休憩するだけだからな。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。なんじゃ、手出しする気か。じゃがその程度じゃわしらの包囲は破れて。みんなどんどんやられてるよ。私が出なきゃダメみたいだね。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。あなたは本当に素敵だね。こんなに楽しませてくれる人は初めてだ。すまん、これ以上は付き合いきるわ。油断しちゃったかな。あの包囲を打ち破ったのわしの敵ということでよいな。誰が最も魅力があるのか。これで明らかになったのではないか、カクカ。そうですね。では、優勝者は。待て。俺の魅力は父ゼウスをも上回るぞ。アレスと。この模擬戦は一人では参加できない。推薦人が連れてきてくれる。問題ない、アテナが推薦人だ。馬鹿らしいとは思ったが、アレスにどうしてもと言われたのだな。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。強さ、それなのに俺はやはり父にはかなわないのか。思惑通り仲間割れをしている。隠語を投げ入れた甲斐があったというもの。クワの神エリスはヤツだ。随分とまどろっこしい手を使ってくれる。ここは一丸となってオーディンに当たらねば。オリンパスの神の魅力、強さを見せつけてやろう。承知しました。最初はなぜ推薦人という面倒な規則を設けたのかと思った。魅力とは一人で宣言するものではない。それを認め支える者がいてこそということだな。ええ、気づいていただけたようで何より。